では第2回、魔王級攻略、作戦会議を開始いたします。おはようございます。はい、おはようございます。前回はゾーマ行ったから、今回は魔剣士ピサロ。ピサロ。ちょっと検索かけます。あのね、昨日ね、通勤、通勤途中にずっと動画見ながら予習してたから、マルベリさんの動画見て、それはねもう余裕。でも勝ったわ。勝ちでしょ。勝ち、もう勝ち。ボスで調べたらいいのか。で、プライム結局一番大事なのは、大事なのはやっぱドルマ体制。いや、物理職で行くんだったら幻惑体制がいるみたい。そう、だいぶそう、その通り。幻惑とドルマ体制。でドルマがほとんど防具で補えないから、アクセサリーのミストバーンで 20% はいく。ミストバーンで 20%。マセキ、うん。ユポン持ってる。ちゃんとね、1個は交換してるんですよ。よろしい。それをレベル5まで上げれば、以上。あるかな、きるいし。ミストバーンをレベル5。で、ドルマ耐性が 20% つく。20% で、今出てる名竜王の兜があればドルマ耐性がつくはず。うんうんうん、ちょっとバグか知らんすけど持ってないっす。名竜王の兜バグってるかもしれない。ちょっとバグじゃないね、それね。それバグじゃないやつだわ。バグじゃないか、これ。これな、メリオ持ってねえでしょ。黄金竜鎧上持ってねえでしょ。持ってない。羽衣下は黄金竜。これ持ってる。持ってない。これ幻惑ガードついてるから。うん。羽衣下はいると思う。だから、マヌーハ入れて。うん、入れるマヌーハ、うん、バトマス系が入れた方がいいね、入れるなら。そう、正直さ、武器はさ、何でもいいよね。武器は何でもいい。デインでもいいし、なんか状態異常あるわけでもないし、武器はもう一番火力高いやつだねにして、でマヌーハ入れれればマヌーハちょっと挿入しつつ、でミストバーンの魔石でドルマ耐性上げて、そうだよね、食べ物が問題だよね。次食べ物一応調べて。食べ物どっち寄りでいく？ドルマ寄りでいく？幻惑寄りでいく？え、両方持ってきるでしょ。パイと、このマトンパイってやつ。マトンパイと、なんだっけ、幻惑。揚げポテだ、揚げポテ。あ、ポテか。で、攻撃力高いから、大吉が使える間は大吉で底上げした方がいいと。はい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 、大吉を入れつつ、マケンシピサロでしたっけ。そうユーポン どっちか持ってる、揚げ揚げポテとかマトンのパイ。ちょっと待ってください、食べ物。なんユーポン持ってなさそう。え、待って、もう一回、何かマトンのパイと揚げ揚げポテト。そうだよ、大吉はまあ得手が出すからいいとして、
あー、揚げ揚げポテト2つだけあります。マトンのパイは3つあります。パイあるじゃん。ギリギリ。じゃあユーポンパイ、ユーポンパイでポクテポテト、ポクテポテト、うん、揚げ揚げポクテポテト。お前さ、最近 YouTube の配信行ったんびにさ、5人ぐらいにポテトって間違われたぞ俺。もう変えたもんね俺、名前 YouTube のポテトに。そっちに寄せたんだ。そっちに寄った。こっちに寄せたもん。ポテトに寄した。みんなポテトポテト言うか、もういいよポテトにしてやる。ポクテがポクテポテトだな。ポクテポテト。なるほど。もうで、あ、マトンのパイ、素早さだもんか。なんでだっけ、違うか。わポテトってなんだっけ、誘惑は。マトンのパイは、あ、ほんとだ。え、素早さじゃん。素早さも下げてくると思う。ピオリム持ってねえもんな。うん。ピオリム持ってねえしな。俺、ピオリム持ってんだよな。ベホマラなくなるんだよな。それ痛いよね、うん。かといってピオラ入れるところはマヌーハ入れたいしな。そうそうそう。僕マヌーハ持ってません。そんなに高級なものがないんです。いやマヌーハなんて誰でも持ってるって。嘘。いや本当本当本当。どこで拾ってるの？マヌーハってレベルなんだ。ねあれ C。うん、C か、うん、C なら持ってそうなんだけど、ないんだよな。なんか適当にガチャゲンのやつにくっついてきたような気がすんだ、あれ星さんとかの。うん、そう。なんだっけ、うずめめしっていうのが幻惑耐性 60% アップっていう。何あの都道府県のやつ。あー、そんなんもある。うん、それ16個あるよ。そっちの方がいいか。もう素早さはで、だから3人なんだから、マトン、揚げポテ、その地方飯、うん、で大吉、うん、この 4つ。いや大吉最悪。素早さはあれじゃない、もう捨てる。ピオラで、うん、ピオラでなんとかさせる感じ。ビーフシチューの方がいいね。でも持ってこうか、ビーフシチュー。60% と力20だから。ビーフシチュー、ああ熱いね。これは熱いね。ビーフシチュー、やっぱ幻惑が一番鬱陶しいよね。うん。オッケーオッケー。ホビー強化しよう。今のうちに仕上げないと。あ、ほんでほら、何、なんだっけ、つけるやつ、マテリア。マテリア、あんまり幻惑ほとんどつけてる。だから 30% ぐらい幻惑耐性今つ。余裕じゃん。でちょっと待って、ゲージ確認。ゲージ、これさ、ゲージ突破した時ってあんまりこいつ攻撃してこなくない？あのね、ターン、何ターン目でこの行動するっていうのがある。あ、そういうタイプ。あ、めんどくせえ、うん、めんどくせえタイプじゃん。14ターンを超えたら通常攻撃は7回になるから。やばいじゃんそれ。やばいじゃん。それやばいじゃん。これか、やべえじゃんそれ。14ターン以内に殺せってことか、うん、そうそうそう。あ、いやー、なるほどね。ってことは結構火力で押さなきゃいけないってことか。あの、もう終盤はそれだから、ゲージでビビって盾するっていう必要はないってことね。多分ないと。ゲージ変化、魔剣乱舞だから、ドルマ系の攻撃。だよね。うん。守護スラッシュ以外を貯めているときが攻撃の。でも、いや、ラスゲ結構やべえな。やばい。うん、ドルマ物理が来て、全体でドルマ耐性ダウンが。ややこ。あ、そうそう、言ってた。マルベリさんも言ってた、それ。なんか呪いのなんかって。注意した目で。竜巻召喚がねえんだよな、俺。竜巻召喚。抜き出してない。
あ、俺持ってるか、正規のそろばん持ってたけどなきゃ、あ、抜き出してない。うわぁ。抜き出せない。これ絶対いるやん。抜き出さずにこれ売ったやつやん、多分。もった、それはもったいねえよ。なんだよ、正義のそろばんとかいらねえだろうとかって言ったわ。トルネコの最強装備やで、トルネコの。あ、ねえわ、やっぱり。ねえ。バトマススパスタ編成がおすすめ。味方全員の幻惑解除とか絶対いるよ。そういう熱いんだよね、竜巻召喚は。しかも魔剣士ピースあるバギー弱点や。バギー？うん。ってことは黄金竜か。黄金竜詰めでいこう。そうだね、黄金竜詰めいいね。俺がだから白メタ弓で戦いの歌のか入れるって書いてあるけど、アクアローにしよう。アクアロー。うん。オッケーオッケーオッケー。バギ20丸、デイン丸。逆にドルマはバッテンだから、魔剣乱舞とかは、それは無理だよね。無理だ。メラギラ、イオ、ジバリア、ダメ。まあ、ユーポンはね、天空剣、天空剣しかないから。今4万5000ポイントなんですよね、惜しい。OK、よし、これでちょっと一回、装備、ちょっと装備整えるわ、装備。装備、ユーポンのお荷物チェックしよう。お荷物チェック。お荷物チェック。チェックするまでは。なんだよ、プラス27って。やっぱ一番そこに目が行くよね。これ半端なやつ。半端ないやつ。ちゃんとあげるよ。しかもルビスの鎧着てから王者の鎧を普通に飾るな。見た目しっかり決めてきてるから。見た目装備しっかり決め込んできてるから。やった、揃ったと思ってつけてる。どう考えても祈願王よのヘルムより。王者のヘルムの方が強くねえか。王者ヘルム。レベルがちょっと上げれない今。ないんだ。お前ミストバーンのドルマ属性ダメージ軽減弱上げてねえだろね、レベル。あ、上げました、ちゃんとそこはね。お前レベル4までしか上げてねえだろ。ちゃんと5まで上げましたよ。そう。ちゃんと。あ、ドルマ丸になってるか。2個使って。ちゃんとあげたんか。あげましたよ。丸になってるか上がってるわ。20倍以上だったら丸。こんなとこでバレるのか。ガチは怖いぜ。で、僕でハグレユミで、冠、三河氏。あれあれ、新宅はそれ、ユーポンが持ってってさ、ちょっと俺持ってないんだよね。なんかね、持ってたはずなんだけどな。持ってくれたんだよね。交換。ハグメタローブ。H。OK。よし。素早さダウン耐性。あ、それは違う。素早さダウンあるから。それか。わかってる人。うん。よし、OK。よし。不安要素は 3P。3P ずっとガードしてるんで。ザケン死んだ時は頑張ってください。ちょっとどうしようもないですね、こればっかりは。いや、まだ来るべきところではないので。いや、いけるいける。あの、とりあえず倍速はそのまんまにしとくよ。等倍速でいくか。ちょっとここは飛ばすけど、イベントも超級しか回れない人間なんで、ちょっとマジで。けどユーポン、ここ攻めるとかしっかり攻めなきゃいけないからね。かっこいい。俺開幕三河氏だから。オッケーオッケー。開幕ガード、あ、いて、スピード調整。
倍速する？うん。倍速までなら対応できる。ガードしよう。行って。で。ちょ待って、これ14ターンでしょ、クソ痛いじゃん、うん、うん、こんな強いのエテさんでもそんな食らってるってやばい。自己スラッシュ、はい、避けるー、ええー、なええー、な、ちょ打っちゃおう。アクアロ先に入れようか。うん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 、おいほいほい、投げる、投げよ、投げよ、投げよ、投げる。あ、入んねえわ。ハヌーハ自分。ベホマラ先入れようか、じゃあ。だね。うん。チャッシュ。クラッシュは効くね。うん。通る。どうしようかな、防御入れた方がいいかな。結構は、結構痛いよ、結構痛いよ。自己スラはやばいんですよね、だって。お、ピオリム持ってる、ありがてえ。めっちゃ火力高いじゃん。入れるよ、そろそろ。はよ。あ、防御入った。あ、うん、ちょかった。おお。いいこいつユーポの戦いの歌入れとけよ。いや、瞑想にしてある。うわ、いきなり食らった。ワンモア。ナイス。ちょっと、マヌハユーポン。持ってない。あ、撃った撃った。ピオラ、こっちに回して。ドルモアは大丈夫でしょ。よし、これで倍機。よしよしよし、オッケーオッケー、よし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 。いてはやめてよ、いてはまだやめて、打ってからにして、下がって、下がらん。うわ、痛えな、ドルモア、うん、めっちゃ痛えな、250か。負けんランプ。なんでユーポン防御解除した。やばいか。あら、死んだ。何？強、強すぎる。道具使えねえ。うん。あ、大丈夫、復活し。ベホイ。チャージマンだ、ほれい、ほい、ほい、はいね。マジか。いや、先ガードだったか。予想以上に強いんだが。サンキュー。とにかくオンステージを続けさせないと勝てんから。うん、あれかな、マヌハ打ってあげないといけないな、これ。うん、え、またマヌハやられた。いや、幻惑だ。よし、避けた。避けんね、や、避けんね。マノハレベル上げてねえからいいじゃん。バレたー、バレバレたー。ちょっとここ、ちょっと打つのもったいねえな。
防御する余裕がないから、俺がゲージ割ればいいんだよ。オッケー。みんな防御しといていい。あ、防御。あっち防御継続できんのか。なる。大丈夫、葉っぱある、葉っぱ、葉っぱ。避けるねー。な、アイテムいける？投げようか？いや、ジゴスダッシュ次第。あ、避けれない。でもこれでオンステージが復活する。オッケー。よし、反撃じゃ。イーポン耐えて、イーポン耐えて反撃じゃ。ピオラ回してね。どうも。ナイスナイス。よし来た。あー、ちょっ、え、ちょっと自分に投げる。いやー、使えんくなった。最悪や。ベホイミがある。ナボイク、オッケーオッケー、ナイス。クラッシュ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 。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー。ちょっとここでレベルジン。なーい、よし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 。ちょっと待ってよ。ダンス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 。あ、これバイキバイキ、王家の魂入れよう。ちょっと回復もったいないけど、俺に飛んできて。オッケー、ちょうどいい。オッケー、かみった。いいね、ユーボンいいよ、それでいいよ、いい仕事。やば、あ、14段いった。え、嘘。うやー、やーやーやー、やばい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 。道具が使えねえ。あ、ゲージ終わっちゃった。よー、イカチー、イカついなー、イカチー。火力が足りません。イカチめっちゃ避ける。めっちゃ避ける。でもね、ないんだよね。避けまくる。避けるね。強。これは強えわ。舐めてた。ちょっと舐めてたわ。舐めてた。強い。